三手掛けとは、江戸時代に行われたおまみ以上の価格を持つ武士及び、その妻子らに対する刑事裁判のこと。老中の指図のもとに行われ、係奉行として町奉行が認じられ、大目付、目付が立ち会ったためにこの名がある。上級身分の武士や事件そのものが従来である。場合には、自社奉行、勘定奉行も加わったご手掛けによって行われた。武士本人やその妻。 着手の裁判は表情書で、それ以外は奉行書にて行われ、冒頭に大目付が、老中の指図を受けて、裁判を行うことを宣した。ただし、実際の裁判は、町奉行及びよりきがご留め付けの立ち会いを受けて、吟味を行っており、伺い所に大目付や目付は連署するものの、実際の判決部分に相当するお、お置き付、おとが付は町奉行単独で行われ、大目付けらは、 関与できなかった。これは、くじ方おさだめ書きをはじめとする江戸幕府の刑事法規を、本来裁判業務の部外者であった大目付、目付が見ることが禁じられていたことによるという。落着すると、大目付がその胸をんして町奉行が判決を言い渡した。なお、おまみ以下や、売信の刑事裁判は町奉行所にて、目付一名の立ち合いのみにて町奉行が行った。 これを目付立ち合い吟味という、ありがとうございます。